どうかな。記憶取り戻したいんです。実はさ、私もバレエしてるんだよね。そうなんですか。すごい偶然ですね。昨日も練習終わりに雰囲気のいい喫茶店があったからやってみたんだ。ありがとうございます。また来てください。うん、もちろん。で、言いたいところなんだけど、それは難しいかも。ここには短期レッスンを受けに来てるだけだから。この近くに有名なバレエの先生が住んでるんだ。じゃあここにいるのは一時だけなんですね。ちょっと残念です。見せてあげる。そこ。あっ、私の番。よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。見せてあげる。はっ、私のはっ、チャンス。攻めるよ。打ち抜く。いけ。いつでもいける。畳みかけるよ。はっ、まだまだいける。大丈夫ですか。見える。サポートします。つでも言ってやる。えい、このお店近くで見るとわかるけど、喫茶店だね。喫茶店、あ、そっか、コーヒーってこのお店と関係してたんだ。春日さんのお気に入りの喫茶店とか？喫茶店、コーヒー、なんだか懐かしい感覚。この家にも見覚えがある。いや、見覚えがあるどころじゃない。これはきっと。入ってみましょう。ここはやっぱりそうだ。ここは私の。かしこまりました。少々お待ちください。もう志保、毎日手伝ってくれなくてもいいのよ。ううん、いいの、好きでやってるから。そうならいいんだけど。志保さんの思い出、あの感じ、聞こえた女の人の声って、多分私のお母さんの声だと思います。あれということはここって、そうだ、思い出した。ここは私の実家、喫茶ラタンです。そうだったんだ。お邪魔してますここは思い出の中ですよ。そっか、ついだんだん記憶がつながってきました。あの時の電車の友達。あなたもバレエしてるの？あの子はお店に来てくれたお客さんだったんです。なるほど、お店で知り合ったんだ。はい、それからたまに見かけると会話をするような仲になりました。あの時も電車でたまたま鉢合わせて、その後何かあったはずなんですが。一旦電車のところまで戻ってみる？そうだね、喫茶店のことが分かった今なら別のことを思い出せるかも。よし。別のバレエスタジオに移動なんだ。いろんな先生に教わるためとはいえ、あっち行ったりこっち行ったりするのは疲れるわ。大変ですね。うん、でもバレエのことなら全然気にならないんだよね。お店の手伝いをしてるはずなのに、あなたみたいにうまく笑えなくて。なんででしょうね。私でよければ話聞くよ。力になれるかはわからないけど。ありがとうございます。父はサラリーマンでした。喫茶店を始めたのは私の転校がきっかけです。転校？はい、小学校の頃、私が問題を起こしてしまって。転校になっちゃったんだ。問題を起こしたこと自体は納得してるんです。自分の気持ちに従った結果だったので。ただそれで父がそれまでやってきた仕事を辞めて喫茶店を始めることになって、お父さんが本当にそれで納得してくれているのか私には分からなくて、だから私は毎日喫茶店を手伝ってるんです。まるで罪を償う囚人みたいに。こんなもんでしょう。この音、うん、電車の音だね。ってことは流れ込んでくる私の思い出。ねえ志保、このまま電車でどこまでもずっと遠くまで行っちゃおうか。え、遠くってどこまで？わかんない。終点までかな。私なんだか悪いことしたい気分になっちゃった。全部投げ出して。一度も見たことがない景色を見たら、こんな変わり映えのしない毎日から抜け出せるような気がしない？その子は私の悩みをいろいろ聞いてくれて、そしたら言ってくれたんです。ずっと遠くまで行ってしまおうって。あてもなく目的もなくその電車に乗り続けて、そうしたらきっと気持ちがいいからって。なんかかっこいいね。はい、私から見るとあの子は自由で何にも縛られていなくて羨ましかった。2人はどこまで行ったのかな。追いかけようよ。きっとそこにあるのが一番大切な思い出でしょ。はい、私は彼女に連れられて、そこでとても大切なことを教えてもらったんです。私の特別な思い出です。特別な思い出。わあ、すごい。ビルだね。これもきっと志保ちゃんの目から見た世界なんだよ。そっか、心の時の秘密基地と同じにしても志保たちこんなところまで来ちゃったの？大丈夫？今さら心配したところで思い出だからどうしようもないでしょ。見守るしかないね。きっとここに志保さんの大切な思い出がある。はい。夕暮れだね。もうすぐお家に帰る時間。きっとこの思い出もあと少しで終わる。そうだな。はい、ありがとう。よし。志保、遊びに行こう。遊びにってどこへ？決めてなかったんですか？あ、じゃあ私ゲームセンター行ってみたいかも。どんなところなのか気になってたんだ。行ったことないんですか？ないよ。本当にバレエ一筋なんですね。ことを言ってやる。はっ、あ、やめて。いつでもいける。どうしよう。セイハッハッ、サポートしました。いつでもいける。想定よっはっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。これって冒険なんじゃないかって思って。変かな。いえ、そんなことはないです。冒険か、そう言われるとなんだかワクワクしますね。でしょ？大切なものだね。きっと私たちもレールの上の電車と同じだよね。どういう意味ですか？私たちは大きく道を外れることはできない。今日私たちはちょっとだけ脱線したけど、でも明日にはまたいつも通りの日常に戻る。脱線したままだと戻ってこれなくなっちゃう。だからレールに乗って進んでる。ゴールもわからないままね。近い。志保さん？思い出が近いです。あの子が私を呼んでる。私たちはまだ子供だから世界も全然知らない。レールがなくてもどこにだって行けるなんてのはさすがに絵空事だよね。そうですね。いきなり全てが自由になったら困るのは自分自身かもしれません。でもだからこそ一個一個納得していくしかないんだろうなって。線路の上に障害物があったら順番に取り除く。それを繰り返していくしかないよね。順番に取り除く。目の前に問題が立ちはだかったらその度に足を止めて問題に向き合う。じれったいけどね。はい、じれったいです。私は抱えている問題を見て見ぬふりをしていた。ただそれだけだったんです。志保ちゃん、お父さんに言いたいことがあった。伝えたい気持ちがあった。知りたい気持ちがあった。でも言えなかった。それを変えてくれたんです。一つ一つ今を変えていかないと未来も変わらない。それを教えてくれたのは何？目の前に問題が立ちはだかったらその度に足を止めて問題に向き合う。行きます。私だって負けません。見せてあげる。はっ、どういうこと？角を打ち抜く。さあ、どういうこと？はっ、サポートします。そっける。攻め時ね。はっまだまだいけるでしょ。レイ、大丈夫ですか。見える。サポートします。よし、私の番。言ってやる。はっそうではっ頼れる私に。サポートします。攻め時ね。いつでもよっ。どう動く。見せてあげる。そこそうてここに。はっここからが本番。よし、私の番。どうしよう。よっします。どう動こう。そうで、よっ、言ってやる。はっ。よし、私の番。言ってやる。はっ。よし、私の番。いつでも向け。見せてあげる。そこ、サポートします。よし。打ち抜け。安全装置よしっと。やった。これはフラグメント。志保さんの思い出の結晶で、これがこの世界の核になってるんだって。私の思い出。志保ちゃん、触れてみるのです。はい。私お父さんと話してみようと思う。私の本当の気持ち、お父さんの本当の気持ち、ちゃんと話し合って納得したいから。このままだときっと線路は塞がれたままだから。うん、きっとそれがいいよ。ありがとうございます。ありがとう、ひなこ。こちらこそ。今日は楽しかったよ、志保。フリスペも交換しなかったけど、でもこの日のことはずっと覚えてる。たった数実の関係だったけど、でもひなこが私を変えてくれたんだ。皆さん本当にありがとうございます。いろいろ思い出せました。記憶戻ったんだね。よかったー。志保ちゃん、こころ久しぶりだね。志保ちゃん、私のことも。うん、大きくなったね。志保ちゃんも。一件落着かな。それじゃあ今日のところは帰ろう。帰るまでが探索だからね。遠足じゃないんだから。志保さん、後で思い出したこといろいろ教えてよ。はい、皆さんのお力になるものがあるかは分かりませんが。きっとあるよ。何しろ今はなんにもわからない状態だからね。そういえば白井日奈子ちゃんってあのバレエで有名な人？何有名人なの？近年まれに見るバレエの実力の持ち主で、バレエをやっている人で知らない人はいませんでしたよ。え、そうなの？私知らないよ。すごい、天才っているものね。なんだろう。ちょっと待って。